ほどほどステーションセカンド。赤石元次郎と日本のインテリジェンス。日本会議唐津が提供します。ほどほどステーションセカンドの時間です。進行は私 mj です。そして、本日のアシスタントははい。ふんちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のテーマは？赤石元次郎と日本のインテリジェンスです。 本日の解説は福岡大園隊の井上正則先生です,よろ,すよろしくお願いします井上先生たちのお友達で、えー、帝国陸軍軍人大将赤石元次郎氏の憲章費を、えー、本年4月に函、えー、崎宮内に混流されさらには関連して7月には ドキュメンタリー映画「我死して五穀の鬼とならん」という映画まで作成されました今回は明石元次郎大将の人となりをひも解きながら検証費映画作成の経緯と思いさらには日本や世界のインテリジェンスについてお聞きしていきたいと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします えー、まずもってですね井上さん、うん、あの明石元次郎大将ふんちゃん明石元次郎って知ってるはいあのー、何年23年前もっと前あのー、あそこに箱崎宮に聞きに行きました話をああはい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 、はい、あれちょうど2019年に明石元次郎没後100周年の慰霊祭をやったんですね、うんはい、それは その聞きに行ってくれた明石元次郎大将の話だったんですで2019年に100没後100年ですよ僕らからすればね、うん、日本の恩人じゃんと、ね、もし明石元次郎が悪かったら日露戦争は負け取ったからうもう本当ね大ごとになっとったと、えー、その勝利の立て役者の明石元次郎に対して、えー、福岡市も福岡県も何もしないと。<あー> <laughs> ならば俺たちがしよないかってやったのがあの慰霊祭だったんですよ。で慰霊祭やったのが2019年、ええうん、でその後にですね、ええ、ちょうど慰霊祭に明石元次郎のお孫さんが来てくれたんです、はい、元次さんです。ええ、こののの方が上皇陛下の語学団でですねあ時、はい、もう えー、その方が来てくれて、はい、でそしてこうその秋にね台湾に行こうって話て行った時に、はいうん、一緒に行きませんかったら、はい、行くって話になって、えー、で向こうで、えー、日米日米で、えー、日本と台湾とアメリカで、うんえー、どうやってチャイナの進出を防ぐかというシンポジウムをやったりしてですねその時あの元嗣さんも来ていただいたんですよ。うん、で,で4日目に3泊4日の4日目でしたから4日目どうしようかという時に、はいえー、あれやなと。あの せっかくお孫さん来とるから赤石元次郎のお墓に行こうよとなったんですよ。で淡水っていましてね台北から1時間半ぐらいのとこにあるんですけどもキリスト教の大きな墓地があってそこに本当に立派なお墓があってねえっとね4畳ぐらいの広さがあるんですよ4畳ぐらいの。でそれでもうきっってそこにねみんなでお参りしたわけですよ。そののの時帰りにににあちょっっとと待ててや台湾ではこんないいぱしる 日本なんもないやなかとじゃあ俺たち福岡で作ろうっていう気持ちがそこでふつふつと芽生えてきたっていうのが始まりだったんですよ。なるほどですねやっぱりいろんな人との交わりそういうのっていやその時面白かったのはね寿や、うん、って昔あったんですね、うん、スーパーマーケット大きいのが、はい、その創始者の方が来られてたんですよ。はい であの人が毎朝仏壇とそれから神、えー、棚にお経をあげるって知ってたんで,、ええ、でもう僕らのメンバー誰もお経をあげれるメンバーいなかったんで「はい、ちょっとすいませんがねと」と「お経をあげてもらえませんか」ええ、いやでも私は日練習だけどいいのかね?」って言われるからね。うん でふっと気づいたんですよ。赤、はい、石元次郎も日蓮宗なんですよ。<ー>なぜかというと、えー、福岡に勝隆寺というお寺があって、そこが赤石家の母大寺なんですけども、えーはい、そこは日蓮宗の宗人がね、はい、あのお坊さんがキリシタンと修摩争いをして。はいうん 勝って建てた寺だから、正龍寺なんですよ。<ー>そこに赤島元次郎のね。あのお墓があるんですよ。えー、で、だから台湾の淡水にある、あの、はい、あれと。あの、死して五国の実とならんということで、台湾には遺体を埋めたんですけども。えー、分骨をして、そちらの正龍寺の方にも骨が入ってる、ということなんで。えー、これもまたびっくりしまでも、鳥肌が立ちましたけど、あの、えー、時は。うんえー、そうで、それで始まったでしょ。うんはい、で、始まったけどね。あの。 検証費の混流で一番大変なのは何かわかります。場所。そうなんですよ。場所が大変なんですよ。これはね、お金はね、もう一番初めに代表発起人。ね、お願いするときに、あの、球団の松尾慎吾さんとこ行ったら。もう、代表発起人お願いしますと。わかりました。もう、こんなの作らないかん。その、その次に言われたのが、エコースを寄付させてくださいっとでコースって。一本です。一本。一本ですね。はい。一本ってな。百万。 だからまだ何にも決まってない、まだ代表復帰にお願いしていた時に行ったときに、ポンと言われたんですよ、うん、この一言がね、あこの事業は成功すると思ったんです最初の方のそういうのって、大きいですよねそうやって、えー、であのしばらくね、ええ、それから動かなかったんです、はい、なぜかというとね、場所の問題で、はい、で福岡市に陸軍墓地とかね、護国、ええ、神社ではありますけども、うん、明石元次郎って戦死してないんですよ。はい だから陸軍墓地はダメ護国神社もダメとなった時にそうだあの100年祭をやった白石空に行こうということで僕は宮司と仲良しなんでねここの唐津の人とあそこの唐津神社の宮司と仲良しみたいな感じなんですよそこで何とか建てさせてやと色たったけどないよって白崎宮しかないあそこはどうやろうかここはどうやろうかっつったら。 ここダメ,ここダメじゃあここの場所を提供しますって言われたのが神宮あの箱崎宮の3号線の高道路のほんの横にあるんですよ、えー、でこんな場所ないやんって言ったら「いやこの2つのね、はい、箱崎宮の今立ってる石碑をどけますから」っていどけて頂い,いて、はい、でまた欲張りなんでね、えー、それだとねちょっとまだ狭いんですよ <laughs>、はい、だからねこっちの生垣の部分のちょっとこう、えー、高くなってる部分、はい ちょこっと削らせてもらってぐっと削らせてもらって今の広い敷地を確保したという立派な石ですからね堂々としてるでしょあれがね面白いのがねあとでこれこういう絵があるんですけどねここの下にね石石石積みがあるんですよでこれがねあなるほどで守秘があって副秘が2つあるでしょこれ釈迦三尊像なんですね でもあの神仏集合日本は神仏集合ですから、はい、守秘を福秘で守るという形で、うん、こちら側に、えー、明石元次郎ってどんな人、はい、こちら側は2019年にあの没後100年祭やった時に、はい、いた離島企画家からいただいたメッセージをここに彫り込んでるんですよ。はい すごいでしょういいでここの右側の文章、ええ、なんとこれ私が書いたんですねこれは主催者特権でね <laughs> もう書きましょう,う、ねええ、で。このここに書いた内容がね、はい、普通だいたい石碑の副碑ってびっしり書いてあるんですよ。はい、もうびっしり書いてあってね、ええ、僕らでも途中でもう断念するんです読めなくて。うん でももう年年かだからもうひらがなでできるだけ簡素な言葉で書くように努力してるんですよ。ですもんね。今はねあのスマホがあるから「うん、明石元次郎」って何て言った時すぐスマホで調べるじゃないですか。はい、結構ねあの明石元次郎の子時々行くんですけども、えー、だ知らない人がこう来て「あ立派な日があるね」って「うん、明石元次郎」こうやって調べてるんですよね。 させるための福祉なんだ、えーね、から読みやすい文章ですから。っていうかもう「赤石元次郎」って何っていう,うどっから始まるところそこからあの始めて頂たらそれでね大事なところはね、えー、やっぱり日露戦争なんですよ。はい、日露戦争で陸はね、はい、大山岩尾小玉源太郎の満州将軍がね、はいはい、頑張ったんですよ。 海はご存じの東郷平八郎が日本海海戦でバルチック艦隊をやっつけたんですよ。っていうやつですね。でもその時にロシアから見れば極地戦なんですね。でロシアって結構弱くて極地戦でいろんなところで負けてるんですよ。でも本体は何も関係ない。でもね明石元次郎は本体に行ってその皇帝のお膝元で暴動を起こさせたんですね。 これがねこれがインテリジェンスなんです、はい、インテリジェンスは情報を収集するだけじゃなくて、うんうん、収集した情報を使ってこう暴動を起こさせるつまりですね平成ロシアってのはね、うん、もうみんな嫌ってたんです、ええ、嫌ってたけどちょこっとずついろんな反対勢力がちょこちょこちょこ,ちょこっといてもねみんなね潜られただけでやられてたんででしょ これじゃいいけないと、はい、だから、えー、ロシア側の反転攻勢ロシア勢力もあれば、はい、その時ポーランドという国はなかったんでね、はい、ポーランドはロシアに入ってたんです、はい、それからフィンランドもなかったんです、うん、そこにやっぱりあの我々民族が自決しなきゃいけないと思うじゃないですか、はい、そういう勢力がいくつかあってその勢力にをまとめ上げるんですよでお金を上げるんですよ、はい、そうやってそこでいろんな、えー、暴動を起こしました。 あの森内さん、知ってるかな、戦艦ポチョムキン号の反乱という無声映画ありましたけどそれは存じ上げてないですね知らない知らないか、ええ、これはね、無声映画のもう最高傑作という長編大作なんです、ええで、戦艦ポチョムキン号という、ね、ロシアの,、ええ、あの船の,、ね、あの戦艦の、ねええ、中で暴動が起きるんですよ。ええ でそのの暴動の映画をやってやるんですけどねその暴動を起こさせたのがこの明石工作の一環なんですよ。それまで。それまでオデッサとかねよく今聞,く、えー、聞きますでしょう、はい、オデッサとかね、はい、オデーサっていうんですか今ね、うん、オデッサでそういうふうなものが起きたりねクリミア半島で起きたりね、えー、もういろんなものが もう百何十年前と今とね全部リンクしていくというだから戦艦ポチョムキン号の反乱ってねポチョムキンっていうのはなかなか言いにくいと思うんですけどこれをちょっと喋べてもらったらね結構面白い内容が出てきますそれからね面白いのがね第一ロシア革命の帝政ロシア勢力をまとめてますからいろんなところで暴動を起きるんですね暴動起きた時の一つがね知の日曜日事件ってあるんですよ で地の日曜日事件で息が降り積もった中でそのロシアの人たちがもうだんだんその戦争とかあって、ねはい、もう生活が苦しくなるじゃないですかだから、ね、ちょっと待遇改善しろよみたいなことで平和なデモをするわけですよ。はい、でその時に皇帝が恐れちゃってその一発の空砲が、ね、実弾が飛んできたもんですから、はい、球団に何日間前に、はい、もう恐れちゃってもう暴動が来たらもしかしたら俺の首取られるかもしれないということで軍隊に鎮圧をわるの命令するんですよ。はい でもね、例えば唐津の人がね福岡の暴動があるからって唐津の警察官福岡に行ってあの福岡の人に対して拳銃向けて発射するか発射できないでででしょそうですねも、この時はね<っ>あのロシア軍が自国の,あの国民に向けて発砲するんですよ、ね。 なんで発砲できたかっつったら、ええ、このロシア軍がコサック兵だったんですあ<ー>民族が違違ったう,違うんですよ。でいじめられてたんですよ今までずっと、うんうん、だからラッキーって感じで打つんですよ。でそのコサック兵はどっから来たかったら今のウクライナなんですよね。<ー>でこの後に、うん、あのにロシア革命成功して、えー、レーニンたちが、うん、とかスターリンがですね コッククををねねねねウライナすすすごく弾圧るるんでよもうううそいととこからずっ来ててましなほどだからね歴史っていうのは世界情勢もそうですけど今だけ見ちゃダメなんですねだからちゃんと歴史的な背景があって今に来てるんだよってなのあるんですねでそれがインテリジェンスにつながっていくんですけども今日本ってほとんどそういうのやんないでしょ近代史ってだからねインテリジェンス弱いなと思うんだけどね弱いですよねでね その後にまあこに暴動ドをこさしてやるとえもう収拾がつかなくなってる、はい、増援部隊を送ろうにも送れない、はい、もう困るじゃないですか、はい、でそこでえアメリカがポーツマス条約、うん、アメリカが仲介に入ってポーツマス条約であの和平に結ぶんですよ、はい、で戦闘では日本は勝ってるんですけども、うん、でも日本はねもう,もう あのお金がななくて戦争を継続でできなかったんです、うん、そうですよ、ねうん、その時、ね、だからあの賠償金取れなくて小村寿、はい、太郎なんかがね、うん、もう徹底的に焼き打ちにあったりねしな、うん、げられたりしますけども、ねはい、でもあそこまでしかできなかった、うん、でもねあそこであの勝利に導いたっていうのはこの明石元次郎のたった一人での和平判定性ロシア勢力をまとめ上げたというところがミスなんですよ。だからもし この人がいなかったら、逆に言うとね、大東亜戦争の時に明石元次郎みたいな人がおったらね、はい、日本も勝ってたかもしれないという。ですね。はい、ちょっとその辺が弱かったときは、逆にやられてたっていうような感じですよね大東亜戦争の時はね、えー、ちゃんと、ね、外交官は、ね、仕事してたんですよ。はい、で、ソ連が参戦するかもしれない、うん、っていう情報はあのしてたのに、えー、こっちの軍部の方が、それを受け入れられなかった。う ソ連に和平交渉をお願いするバカなことをやってたわけです。で、完全に裏切られてし、でもちゃんと情報は流したんです。で、日露戦争の時は明石元次郎みたいな情報将校がいて、かく乱戦法をやってたわけです。で、その情報を軍に持ってきたときに、児玉源太郎というきちっと受け止める役割の人がいたんですそそれれがまたでででできてるるんすすねねなほどは 後半にまたお話をお伺いしたいと思いますここからは谷口隊長のドガンドガンデラックスをお送りいたしますこんにちは谷口です今回からロシア主に日本との関わりが出てくる帝政ロシアの末期からソビエト連邦それに現在のロシアに至るまでを扱っていきます帝政ロシアを倒し 世界初の共産国家として誕生するなどこの国も多くの曲折を経ているわけですがまあこの国はその変革の中で我が国の近現代史だけでなく世界の近現代史に対してもとてつもなく大きな影響を与えているんですね。まさにロシアののをを知知るる者は世界の近現代史を知ると言っってても良いいくらいなんですよって まず今回から数回にわたってロシアを知る上で一番の鍵となる KGB についてお話をします KGB ソ連国家保安委員会現在のロシアの大統領はウラジミール・プーチンですが彼が KGB の出身であることはすでに知られているところですまたその取り巻きにも多くの KGB 出身者が徴用されていると言われています この国はいくら体制が変わろうともこの KGB の体質だけは不変でありこれによって国家体質の一貫性が保たれていると言っても良いくらいですそしてその一貫性を一言で表現するなら全体主義体制下での恐怖政治の実行にありますこの組織はロシア革命で内戦状態となったロシアでレーニンが 反レーニー派を片っ端から処刑するために作った暗殺集団が元になっていますそしてその初代長官はフェリックス・ジェルジェンスキーという人物趣味は革命と拷問もうラジオでは言えないような恐ろしい拷問方法を考えつく才能とこれを躊躇なく実行できる行動力を兼ね備えた人物もうこんなのに捕まったら安らかな死なんてありえないんですねこの人物に 性的の一層を依頼した例人でさえもう拷問はほどほどにしてさっさと敵を殺しまくってくれとそう思わしめるほどの逸材このような人物を初代長官に仰ぐこの組織はチェカー、GPU、OGPU、NKVD、KGB、FSB などと名称を変えながらソ連が崩壊するまで続きますがその最後の長官がプーチンになります この組織は自国の混乱や内戦をバネに性的の暗殺や仲間内での殺し合いなどを通じて様々な非合法活動技術を向上させていきます。やがて性的とされた人物がソ連領内から一掃されると今度は国外に逃亡した性的を追跡しながら世界中にその活動範囲を拡大させていきます。これが後に世界最強と呼ばれた諜報網のベースになるわけです。 このような無法集団がやがて世界をまたに類比なき諜報活動を行い日本を含む世界中の国々を手玉に取るような組織に成長し得たのには訳がありました。それは世界各国の優秀な人材によるこの組織の下支えです。この不可解に思える行動には当時の次のような事情が影響しておりました。一つは世界大恐慌です。 これにより資本主義への絶望感が広がり、その反作用として共産主義を理想とする考えが当時世界中に拡散していたのです。二つ目はファシズムの大統です。ヒットラー以上の冷酷さで国の統治に当たっていたソ連の指導者スターリンは、なんと世界に向けてファシズムの非人道性を訴えて反ファシズム連合の形成に成功しているのです。 もうヒットラーにすればお前が言うなだったでしょうがこれを敵視する米英両国は敵の敵は味方ということですぐにソ連とひっついてしまうんですね。そして3つ目は徹底したソ連国内情報の統制です。ソ連国内は当時スターリンの圧政で飢餓暴動反乱大粛清とまさに国家崩壊の瀬戸際にあったのですが。 この実情を徹底して隠します。これにより、共産主義はその実態とはかけ離れ、美化されたものとして献殿され、それがこの不可解な現象を生む大元となったのです。ファシズムと世界強行秘密主義、三点セットがソ連を太らす。ここまでお話ししたところで時間となりました。次回この続きからお話しします。谷口でした。 谷口隊長の「ドガンドガンデラックス」いかがだったでしょうかそれでは早速後半に入っていいいきたいと思います赤石元次郎がインテリジェンスオフィサー情報将校だとお話をしましたけども、はいはい、この赤石元次郎の10年ほど前にね、うん、あの福島康政という人がですね、はい、この人も、えー、駐在武官をやっててでやこう帰ってくる時になんとね一人で短期でね、はい、馬に乗って。はいはい えー、シベリアをずっと1年ぐらいかけてくるんです、えー、<laughs> で何したかったら、はい、ロシア帝国の周りの周辺諸国、うん、いろんな部族があるわけですね、うん、カザフスタンとかテリキスタンとかアルケリミニスタンとかいろいろあるんですけどもそこら辺ずっと見てきて、うん、いかに帝政ロシアに周辺諸国がいじめられてるかっていうことをねつぶさに見てくるんですよ。はい、でロシア帝国の 欠点って何か弱点は何かって見たときにこの周辺諸国がいじめられてるとでもいじめられてるけど一つは小さいからね全然太刀打ちできないからでもこれをまとめ上げればきっ抗するあれになるぞというのを分かってくるそれを持ってきてくるわけですよだからこれは赤信憲先輩になります福島に住ますって面白くてね疑ダン事変だったじゃない北京の55日。 あの時にそのあの北京の55日って映画はねどうしてもあのハリウッドの映画だからイギリスとかアメリカのチャールトンヘンスとか活躍しますけどね <Okay. S 1> でもあの時にあの日本軍が中,中心となって、えー、解放するんですよ。うん、そそのののの救援隊の師団長が福島へ住ま福島島です時にったのは あの語学の天才でね、ええ、あの各国のその終わった後に講和会議やるじゃないですか。うん、講和会議やるとき誰が議長しようかったときに、じゃあ福島お願いしますと。うん、なぜかったらフランス語、英語、ドイツ語、<ー>中国語もうみんな喋れるわけですよ、ね。えー、だから全部の国の言葉がわかるから、えー、あんたが一番いいよということで議長になる。うん、つまりね、あの議和談ってのは1900年ですからね。えー、であの時に日本はもう一流国だった。 ね、あのよく日露戦争が、うん、あの日清日露で一時国になったと言われますけども。うん 1900年の時に一力になりつつはもうもうあの認められてるんですよ軍隊は。なるほど。それだけで日本の軍隊ってすごかったんですね。その時のあの守備やってましたね。陸五郎か誰だっけあのこっち側のねあの人はねこれがあれですよね。え芝五郎。あ芝五郎芝五郎芝五郎がいて福島康正はねあのあれなんですよあの痛み銃造をやるんですよね。へえ。これ結構面白いですよ。まあまあそういうのもありましてやるんですけども。 その情報をきちっと児玉源太郎だとか、うんはい、日本の、えー、陸軍の首脳陸軍の首脳部がですね、うん、きちっと分析するんですよ、ええ、でロシアの戦争が次に必ず始まると、うん、なぜかったらその頃 せっかく日清戦争で、韓国を、朝鮮半島を独立させたんですけども、もうどん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 ロシアからの圧力が取れて、満州にはどん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 ロシアの勢力が固まってるわけですよ、これを圧迫するから、日本はいいわけです、ロシアの外交官に、外務大臣にね、ちょっと、もう満州取るのは仕方ないから、ロシアが取るのは仕方ないけど朝鮮半島は日本の安全保障上必要だから、これは日本で認めてくれないってやるわけですよ。 そうするとねアジアの小国の日本がうん、うん、ヨーロッパの世界の超大国のロシアに対してね行、うん、ったってっで終わるわけで,<ー>で終わるわけであ,<ー>あれも引っ掛けられない、はいうん、それでもうどん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 圧迫して朝鮮半島に来られるとうん、うん、もう僕らはよく分かりますよねカ津山、ね、の向こうから人間はね。はい もうプサンまでね行くのと大阪まで行くのでは2.5倍違うんですねだからそれほど近いから朝鮮半島を取られたら日本には合い口を喉元に合い口を突きつけられると一緒になるということでこれは何とか朝鮮半島を守らないと日本の安全が守れないということになるわけですだからそこでこの満州に10万室あるロシアを追い払わなきゃいけない。 ののはその時しかできなかったなぜかと,いうとまだシベリア鉄道ができてなかったから。<ー>で、シベリア鉄道があのできちゃうと、はい、どんどん物資がヨーロッパから来て、はいねはい、日本はもう全然立ち打ちできなく、うん、今しかないんだって立ち上がったのが1904年なんです。<ー>明治に37年なんですよ。はい、もうこれをね あの、なんか、日本は抗戦的に、ね、帝国主義だから、どうのこうのとか言うじゃないですか。うはい、違うんです。日本の生死をかけて戦ったんですよ。うん、だからこそ、一平卒に至るまで、日本は何としても勝たなきゃいけないということで、うん、いろんなところで、もう本当死に物狂い戦って、うん、ただの犠牲を払うんですけども、やっぱりなんとか勝利ができる。その勝利ができた戦いの中で、ヨーロッパで後ろでこう一生懸命、あの、突っついてるわけですから、うん、それが功を奏するんですね。はい ところがね戦後どうなったかというとあれなんですよ日本でどうしても勝負の国だから武人が強いじゃないですか明石元次郎って後ろでこちょこちょっていうか見えないんですね何見えないのがインテリジェンスオフィサーでそれで偉くなったら陸軍内でやっぱりやっかみが出るんですよそういうのが出てね1910年にはね寺内正毅が朝鮮総督の時に この明石元次郎を朝鮮の,けあの憲兵隊長にして治安の,あのナンバー2になるんです、はい、でそれで日韓併合の時には彼がそこでやってましたから、はい、もう朝鮮からはむちゃくちゃ嫌われてるのが明石元次郎ですね、あの民族かからだらやっぱり そこからね正面で正度を戦って何歩っていうのが日本の社会だからどうしてもインテリジェンスということになると本当は必要なんだけどもそれがだん,だん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 薄らいでいくできちっと受け止めなきゃいけない児玉源太郎みたいな人たちがだんだんいなくなるんですね。ただもうそれがもう あのそれもまた見えないところでやってますから,、ええ、からどん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 なくなっていっちゃったっていう形になってそれが大東亜戦争につながっていくんですけどねそれでもまだ大東亜戦争は、ええ、F 期間とかそういうのがあってね所詮、うん、ではうまくいくんですけどね、はい、最後の方でやっぱりあのします、ねまあ内部の揉め事というか、うん、そういうのも結構大きかったんじゃないかなという気はいたしますよね。う しますから、ねまああのおごり高ぶりもある,あるんですけどね,ね、うん。インド兵に向かってねあんたらの敵はイギリスか<っ>それとも独立かどっちらだった時に独立だと、うん、ならば俺たちが敵じゃなくてイギリスが敵なんじゃないかということで願い出すとかねこういうのはポーランドに向かってやったのと一緒ですからね日朝、えー、戦争で。まあそういうことをですね、えー、また来週も、うんえー、来週はもうちょっと台湾に やっぱりその東南アジア、それから台湾ですね、はい、いかにもっと日本だけでは守れないから、はい、外でしっかりと、うん、あの日本を守るものをしなきゃいけないし、はい、和平をしっかりと持たなきゃいけないんだ、はい、ということをですね。はい ここでやっぱり明石元城がしっかりと我々の今の我々に教えてくれたと思うんですよ。すね、だから僕らはあそこに検証費を立てたんですよ。はい、検証費を立てたのは立てたのが終わりではなくて<え>ここから発信する発信基地だと思って立ててるんで、うん、それをですねぜひ見ていただきたいなと思います。 っていうのがどうも目の前に迫ってるような感じになってきているので、まあ今こそその辺をきっちり我々も勉強しとかないかなっていう感じですよね。うん、そうですね。すねはい、ありがとうございます。それではまた来週もですね。はい、よろしくお願いいたします。キイノ先生にお願いしたいと思います。はい、さあ本日のほどほどステーションセカンドいかがだったでしょうか。本日の放送や過去の放送は。 YouTube で「もご視聴でできます YouTube FM 唐津ほどほどステーション」とご検索ください。本日はこれまで皆さんも一日ほどほどにお過ごしください。さようなら。さようなら。ちょっとモちゃん唐津くんじゃ疲れてたね <laughs> <laughs> でそれともう一つはユダヤ人っていうのがすっごいいじめられてたのが、うん、日本はユダヤ人を大切にしたから、うん、ということになるんですけどね。ここれれがこの日露戦争後にさあれポーランド、うん ポーランド在住の在ポーランドのユダヤ人がいるわけユダヤ系のポーランド人。でもポーランドで国ないからロシア国になってるわけそれがね、日本で戦って捕虜になって、ヨセフ・トランベルドールという人がね、日本で捕虜収容を1年間入れられて、その時にユダヤ人とユダヤ教とかで分けられるんですよ、宗教で。日本分けるんですよ、分かってるから。そこでユダヤ人としてのアイデンティ を取ってね、うん、でそれで帰った時にもうポーランドじゃないと私は あそここにガララリアののの行行くくって今のイスラエルのところに行くんですよ<ー>でそこに入植して、うん、で考えするじゃないですかガラリア湖の水を使ってで土木地帯をどんどんどんあの国葬地帯に変えてって、うん、でそこは人が住めるようになってきて入植者が入ってきて、うん、で第二次世界大戦後にあそこにイスラエルという国ができるけど、うんうん、そのもともとができるという。だから、えー、昭和27年にね、えー、あ,のあれよあのベングリオンという首相がね、はい アジアで最初に日本に国交を結びませんかって言ってくるその時まだ独立したばっかりだからねもう日本ボロボロだったのよでもその時に日本に言いに来るってのは何かあったらイスラエルの建国は日本によってできたからってなるねへえその辺が今一番日本人がいわゆる差別意識を持ってなかったという証しですね だから宗教を大事にしてあげたっていうのはね、それぞれの宗教ですね、うん、状況をしっかりと理解できたから、えーで、それはやっぱり福島康んの情報なんだよね。うん